中学校出たらね、水木プロダクションに就職させてくださいっていうことをお願いしたんですよね。あんた少年だからまだわかんないだろうけどね、こういう仕事はね大変なんですよ。これがですね、平成2年1990年の5月5日、子供の日ですね。でどうして、その日にお会いすることができたかというと、僕はもう前から水木先生の大ファンで、それは4歳の時なんですけど、亡くなった祖父と散歩をしておりましたら本屋さんがありまして、で何でも好きなの一冊買ってあげようって思うんですから、で何を買ってもらおうかなと思ってたんです。たまたま妖怪面白大図解っていう、その小学館の入門シリーズで和乳道が表紙になってるやつでね、その妖怪の体の中の仕組みがよくわかるっていうような、でこれをね欲しいっつって、で買ってもらったんです。でそれで私はなんて素晴らしい絵だろうと思ったんですね。4歳だから、何がねそこまで私をこう揺さぶったのかは分かりませんけれどね、理屈じゃなかったんですね。でそれからはもう水木先生水木先生で思い余って、手紙をお出ししたんですね。弟子にしてほしいというね、当時はまだね時代が平和だったんですよね。出版社に電話しましてね、水木先生に手紙を出したいから住所を教えてくださいって言ったら、あいいですよ調布市富士五条よよよってすぐ教えてくれちゃってね、僕は子供だからっていうのもあったかもしれないけど、で、2回出したんですよ。でもね、返事がなかったんですよね。だから2回手紙を出してお返事がないということは、これは言ってもいいんじゃないかという、どういう理屈だか分かりませんけど、子供だから。でもその間何年かあるんですよ。で小学校5年生の時に、ついに思い余って行ったわけです。で5月5日の子供の日だっていうのは、休みだったからというのもありますけど、子供の日だったら会ってくれるんじゃないかっていう計算もあったのかもしれない当時。それで今もあります、事務所に伺ったんですよ。それでねチャイムを鳴らしたらね、もう先生がもうお出になってね、で先生のお声だっていうのは分かるんですよ。当時バラエティ番組たまに妖怪特番とかでねお出になってたから、声はもう存じ上げてたんで、それで「あもうはい」なんておっしゃるんですね。それで「僕は手紙を出した弟子入りの志願のものですが」なんつったら「なんつってね「それで空いてます」って言うんで、で入ったら先生スーってもう出てこられて。私があんまり子供だから、小学校5年生だから10歳かでしょ。そしたらねこうやって見えてね、あんた何者ですかっつってね何もかにもなくて、いやお手紙を出した坂本頼光って、本名頼光だから、坂本頼光と言いまして、弟子にしてくださいお願いします。いやあんた少年ですねつってね、もらってる柏餅があるから食べますかって言うんですよ。それでね、上がんなさいって言って、で僕はもういかに先生の漫画が好きかと、それで、先生の絵のね模写を一生懸命やってますと。だから中学校出たらね水木プロダクションに就職させてくださいっていうことをお願いしたんですよね。でも先生はその時に僕の家庭の事情とかもいろいろ話したんですけど、うち おふくろしかいないもんですから、あんたねえお母さんが心配しますよっつってね、あんた少年だからまだわかんないだろうけどね、こういう仕事はね大変なんですよっつって、餓死するかもしれませんって餓死するかもしれないんだけど、でも僕はねもうお金なんかもうねそんな大丈夫ですって一生懸命やりますからって言うんだけど、でも大人になるとねマネーがいるんですから、であんたは私の本をどれくらい持ってんですかって言ったら、子供だからね100冊ぐらいなんですよ。
でそしたら霊界アドベンチャーっていうね、硬い表紙のね、真四角の本がありましてね、でこの本は絶版だからあんた持ってないでしょっつって、その書棚から出されて、それで、あ、これ持ってないです、したらね、あんたこれ100冊目にしなさいっつって、まあもしかしたら100冊出てたかもしれないんだけど、先生がね、これ100冊目になっておめでとうって書いてあげますからっつって、100冊目になっておめでとう水木しげるって書いてくださって、その霊界アドベン、今でもねもう大事にしてありますけど、あの仕事場を見ませんかって、あの仕事場行きましたら、村沢さんね、チーフアシスタントの村沢さん、森野達也さんですね、あと、2人ぐらいいらっしゃったのかな、その時たまたまね、それで、あの弟子になりたいって言ってますって言って、なんていうかね、なんか面白い子が来たなっていうような感じでしたけどね、先生はその辺がね、やっぱ子供扱いじゃないんですよね、であんた G ペンが使えないとね、プロはできませんよ、あとは点描がちゃんとできないとか、うちはもう入ったら点描ですから。